日本で一番難しいと呼ばれる早稲田大学理工学部の英語、聞いてなかったっす。ネイティブが解いたらどうなるのか。絶対呼べないです。どうですか、わかんないです。めっちゃ難くないですか。そうで始まりました、もちチャンネル。さあ今回は、はい、3回目、はい、化け終わりました、はい、化粧が終わりまして、はい、生配信の時に間に合わなかったそんな丸山さん、今回なんですけども、日本で一番難しいと言われる早稲田大学理工学部の英語、聞いてなかったっすよ。言ってないですね日本で一番難しいと伝えてなかったですけども、絶対この空腹時に解けない。早稲田の理工学部の英語、今年もやっぱりですね、日本で一番難しかったですやだ、チャレンジしてもらおうと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、大問1なんですけど、ちょっとまあね、テクスト1、2、3って3つもあってちょっと面倒なんですけど、本当はね、もっともっとたくさんあるんですけど、はい、これだけ。え、すごいですね、早稲田の人たち。はい、早稲田の理工、あなたは早稲田ですからね、一応。いやいやいや。ネイティブが解いたらどうなるのか。にゃんにゃん。プラスよ。にゃんにゃんは。ケニャンはってな。いや、今日はにゃんにゃんの日だ。そう、にゃんにゃんにゃんの日です、撮影してるのは。では、やっていただきます。これ。これ全部解くんですか。全部です。おそらっしょー。大変だと思いますが。だから、めっちゃあくびしてるやん。やばいんですけど。もうだってこれわかんないもん。これわかんない。ああ、そうだね。あ、でも文脈でいけます。文脈でね、はい。だからね、生配信の前に来てほしかったんですけど。確かにね。はい、時間かかる可能性もあるんで。うん、では解いていただきます。はい、はい、では行きます。さあ、丸山さんが解いたらどれぐらい解けるかやってみましょう。よーい、ドーン。やばい、トーフルみたい。そうです。トーフルとはちょっと違った感じの。ちょっと待って。さあ、頑張ってください。2小節読んだけど、1個も頭に入ってこなかったから、もう1回読む。段落ね、小節。そうだ楽譜果たして、マリモは解けるのか。やばい。マジで集中力ちょっと待って、1問しかやってない。やばい。ちょっと頑張って、頑張って。理解して。はい、出ててこれさ、順番違うんだよ、もう読んでるところから。え、これだよ。それはって、段落の構成でしょ。とからした。テクスト1で終わるな、これ。頑張る。やばい。一回違う世界行くと、もうずっと次違う世界行っちゃう。お、やばい、マジで分からん。もう、さあ、集中力がなんだ。終わりました。一問待ってないと思う。やりました。ここしかまだやってない。もうしょうがない、時間ない、やばい文章が1個も入ってこない。さて、どういう内容でしたか。じゃあもうクライメットチェンジのことしか分かんなかった。はい、クライメットチェンジに関してどういう内容でしたか、うん、考え方が2つあるみたいな。はい、うん、2つありました。何と同じでSCT と CCT、はい、そうです。それぞれどんな。 SCT はサイエンティストが言ってることを、まあ、そもそも知らないからクライメットチェンジに対しての興味がない、はいはいはい、だからそれはサイエンティスト対パブリックみたいな感じで、CCT はサイエンティスト対パブリックじゃなくてパブリック対パブリックみたいな。どっちかというと、そこまで分かった。そこしか分からん。それさ、だいぶ序盤に書いてあった内容で、それね、そこしか分からん。じゃあまあ見ていきますか。はい。それ多分一番待ってないと思う。はい。Questions 1 through 9 refer to text 1のやつですね。According to CCT, which of the following could explain our beliefs about climate change? A. We tend to believe the same thing as the group we belong to. 正解です。ここはね、だって序盤に書いてあったから。そう、序盤に書いてあってさっき言ってた。そう、ね。そうですね。他の人が言ってるのを信じる。SCT の方はサイエンティストとか、そのサイエンスの知識ですね、うん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 。それで納得するのに対して、CCT の方はそのコミュニティだったり、カルチャーだったり、同じところのやつで納得するっていうやつです。はい。それに対して2は SCT の方ですね。According to SCT, what kind of people are predicted to think that climate change is a serious problem? A が people who believe science is challenging. Yeah.これね、うん、ちょっと間違えました。だってこれ、サイエンスしちゃう。A か D。D です。はい。People who make effort in their decision making。これどこにあったか。ちょっと書いてあるじゃん。線引いてあるし。なんかサイエンスのことに対して、もっと知識が、うん。そうそうそう、サイエンスみたいな。そのわけですよね。そう、サイエンスに関してもっと知識があれば、System 2 Processing とかって書いてあったと思うんですけど、うんうんうん、で、その System 2 の方は、Effortful って書いてあるんですね。本当だ。もっと努力が必要になる。
ていうふうに言って、そう自分たちで勉強しないといけないわけですよね、うんうんうん、でそれが結構大変だっていうのが問題なわけですね、はい、それをやればクライマーチェンジっていうのは大変なことなんだっていうふうに思うようになるわけですね、うんうんはい、やっぱり難しかったですか？ノーコメント次いきますね。3番。In SCT, which of the following numeracy abilities is most likely to correlate with concern for climate change? さあ、これどういうことでしょう？ A、B、C に似てたから D にしました。3番目は A でございます。じゃあ待って、どういうこと？ Ability to interpret statistics and graphs ですね。ああ、もうじゃあ数字で見せるってことですか？数字でちゃんとグラフとか、ね、スタティスティクスを理解できる人であればってことですよね。 D 何それじゃあ。そう D って何って思った。これ Children with their math homework って、いやいやいや、なんで数学のホームワーク手伝える人が。で4の What is the word? あ、これ読めますか？ちなみに絶対読めないです。ネイティブ的に初めて見たら SQ Q Issues ですね、これね。あ、普通にそのままなんですね。そうなんです、Issues。なんやねん。だから文脈で解かなきゃいけないですね、ここね。いや、これももう見えてないと思った。Conspicuous social rankings and Issues collective interference。じゃあ何にもなかったとして、ここが空欄だったとして、どれを入れるかを考えればいいんですよ。でもわかんないんですよ。大依頼さんがボーンといて、うん、他の人たちがやーやー言うことを、そうですね、rejects ですね、正解。正解じゃないよ。あ、まあまあね。まあ S 中っていうのは、まあ、英検級とかで勉強するときアボイドって習うんですけど、あ、でもじゃあそういう避けるって意味なんですね。そうそうそう。で、続いて5番。 According to the conclusions by the author, what kind of people think climate change is a serious problem? この書いた人が思っているのはですが、え、オーサーはこの人 CCT と SCT 側はどっちかっていうの分かりました？全然CCT 側ですね。だから CCT 側の人がどういうふうにシリアスプロブレムだと思うかっていうと、他の人たちが言えばそうなのかってなる人ですから。ああ、 B、 え、待って待って。 People who make rapid intuitive judgment、 直感的判断する人たち。え、5番。あ、あ、こっちか。お偉いさんに従っちゃう人ですね。そうです。イゴリタリアン、どういう意味ですか？分かんないですじゃあ分かんないね。平等主義のですね、平等、みんな同じっていう風に思う人たちってことですね。他の人たちも困ってる、それみんなを助けてやんなきゃってことですね。次は6。 In paragraph 10, why is the finding insufficient to demonstrate that SCT is less supportable than CCT? SCT が CCT よりダメだっていう理由は。 C. People who make decisions intuitively are more likely to accept the beliefs of the group they belong to. これ6番は C でございます。正解、やりました。なけなしの力を振り絞った、はい、振り絞って2個正解しました。そして7番が Which of the theories that the data from the... あ、もうこれ C やん。 C です、そうです、はい、この筆者は CCT が OK ですけど、ね、SCT はダメだって言っているので。 Based on the results, which is the best way to increase the acceptance of the seriousness of climate change risk? これは実はね、割れてるんじゃなかったかな。 A か D じゃない、で、はい、僕は A にしたんですね、はい。何で割れてるんですか？C にした確か予備校もあるんですよ。じゃあ D ダメじゃん。各予備校が出すんですけど、もう理工もあれに割れてます。うーん、どれが本当の正解かわからないという状態になっちゃってます。8は A ですね、はい、うん、まあ、だからインディビジュアルニーズっていうのも書いてあったし、それぞれ一人一人にやるって書いてあったんで C は違うと思うんですけどね。いや、この河合塾のネイティブってすげえ適当なんですよ。いつも間違いまくるんで。ポリティシャンズ、え、C は絶対違うと思う。でしょ？もう絶対違うと思うんだけどな。D はサイエンスの知識を見せる側に寄っている。Materials demonstrating the effects of climate change. Effects of climate change とか。A は他の人たち、ほらみんなもっていう、それを示すだから、こっちの方は CCT だろうなっていうふうに俺は判断しました。9番は一番簡単だったと思うんですけど、C。合ってます。はい、合ってます。で、SCT のやつが4,5,6,7 で、CCT が8,9だったから、はい、なのでこれは分かりやすかったと思います。ということでマリモはやばいね、3個しか合ってないもうダメだわということで、え、これ難かった、めっちゃ。でもめっちゃむずいですよ、うん、はい、よく解けますね皆さん。解けないですよ。めっちゃ難くないですか？え、っていうかそもそもなんか話の言い回しが難しすぎて、うんうん、すっごい飽きる。そう、まあまあ確かにね、集中力が続かない。こういうのが本当の、まあ、ここにも書いてますけど、こういう学術書的なやつですね。こういうのから持ってきているんで、なんでこういうものっていうのは大変なんですけど、活字を読むって難しいですよ、うん、本がめちゃくちゃ苦手なんですよ、うんうん、日本語とかでも、どうやって克服したらいいですか？
克服、いやもう大学卒業するやん、はい、いやもう社会人になってからも社会人本が読めないんですよ。どうすんのそれ、もう論文書かなくていいからずるい。俺はもう論文のためめちゃくちゃ読みましたから。なるほど、とんでもない量読みましたんで。漫画しか読めないです。ダメです。こういうネイティブもいますからね、はい、っていうわけじゃないので、はいはい、ちょっと苦しんでるサムネ用に苦しんでるやつください。いやもう多分苦しんでる、終始苦しんでて見直したら。いやでもね、でいやかなりいやかなりねこうだったんだもん。だって見てたら、いやてかあ多分よく見たらちょっと目閉じてる。すごい寝てんじゃねえ寝てんじゃねえやばい。非常にネイティブにとってもいや難しかったです。普通にトーフルみたいな SAT とかでも出てきそう、うん、トーフルよりむずいですよ。えね SAT レベルかもしれないです、はい、読むのが非常にきつい。きつい、すごいきつい、うんうん、かなり大変だった。しかも、うん、もっとむずくなるんだからこれ続き。いや無理無理、本当に無理。しかも2と3と1全部連動させるんですこれ。誰が考えたのこれマジで、ね、恐ろしい。でこの問題なんて3つの予備校全部割れてますからね。答え3個出てるっていう、それぐらいめっちゃんこ難しい。あもうこれももう本当にどれも正解じゃないみたいな感じで、そういう感じになっちゃってて、でしかもさらにまあ別の問題ではもう完全に理系チックな内容、数式とか出てるやつで、そこももうバラバラ答えが。えそれなんか早稲田側が出さないんですか回答は。選択問題は出すんで答え、最近は理科は出るのかな分かんないですけど、本当に昔は出なかったんで意味不明なまま終わってたんですけど、最近は法律上出さなきゃいけないみたいなのがなってて、慶応も出すようになってきてはいるんですけどね。さあいやーやっぱりネイティブにとってもこれは語学力っていうより普通に頭がいいか悪いかまあ確かにね、うん、一歩進んで読まなきゃいけないというか、ただただ書いてあることだけじゃ無理っていう感じの問題なんで、うん、非常に厄介だったと思います。はい、で有馬さんが挑戦しましたが無理、打ち砕かれました、はい、ということでした。では皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。明るい、やばい、終わったむずいというかもうすごい肥料が